皆さんこんばんは、ななみです。今日は私の底見えコスメと実際にリピしたコスメを紹介したいと思います。それではビデオスタート。はい、じゃあまず1点目はこちら。もう皆さん見てるかと思うんですけど、エクセルのアイブロウになります。 PD の01と PD02 番を使ってるんですけど、ペンシルはもちろんなんですけど、ここを開けるとパウダーになってます。でこちらにはスクリューブラシがついてるんですけど、もうどっちもすでに1回ずつリピしてるものになります。まあ、お値段は1450円でまあまあするかなと思うんですけど、妥当でしょっていう感じの使い心地なので、まだ使ったことないよっていう方はぜひ使ってみてください。続いてはこちら、サナエクセルのシマリングシャドウのハニーベージュ、950円になります。アイシャドウなんですけど、私はアイシャドウベースにしちゃってます。すごい自然なキラキラでベタベタもしないけど、結構粉飛びを防いでくれるので好きで使ってます。こちらのコスメは割とリピしてもいいかなって思ってるぐらい気に入ってるコスメになってます。続いてはこちらです。エレガンスのラプードルオートニュアンスの6番になります。もう底がかなり見えてて、もう落としたりとかしたら粉々になっちゃうんじゃないのっていう感じに今でなってます。で6番じゃなくて番号は変えちゃうかもしれないんですけど、こちらもまたリピしたいなと思ってるものになります。このコスメの何がいいかって、結構私鼻油とか出ちゃう方なんですけど、これをはたくとそれが軽減されるし、夏なんかは特にエスティローダーのダブルウェアにこれをつけるともう本当によれないので、こちらはすごくおすすめになります。このパケだったりが本当可愛くて、しかも持ち運びもすごいしやすいサイズになってるので、次からはこちらの中だけ買って、使いたいなと思います。はい、続いてはこちら、エトボスのミネラルハイライトクリームになります。中はこんな感じで結構えぐれております。相当使い込んだのがバレてしまう。これは本当に綺麗なツヤ感を出してくれて、ツヤめいてるのがわかりますか。これ確かすごい有名なメイクアップアーティストさんの、こじはるさんとかとよく一緒にインスタとか写ってる川北さんっていう方、その方が確かコラボしたみたいな感じの商品だったと思うんですけど、普通にデパコスの3とか RMK のハイライトにちょっと似てるようなテクスチャーになってて、サラサラしてるようなもののハイライトではなくて、ちょっとペタペタっとするような感じのハイライトになってます。私ハイライトは結構プチプラのものも使うし、デパコスのものも持ってるんですけど、クリーム状のものだったらこちらのエトボスがすごい気に入ってました。はい、じゃあ続いてはこちら、クリニックのマスカラになります。で今もつけてるんですけど、中がねダマっぽくなってきちゃって、もう今目薬さそうかなってすごい迷ってる感じなんですけど、もうなくなったら嫌なので、もうすでに買いだめしてる状態になります。今回もまた01番の方をリピして買いました。でまつげがすごい綺麗に見えるし、メイク落として落とした時に、私が今まで使ってきたマスカラってぐるぐるぐるってやると目の下に黒いのがついて、なかなかこうこれが取りづらいっていうのがあったんですけど、このマスカラはいわゆるちょっとお湯で落とせるみたいな感じのマスカラみたいに、黒い塊みたいなのがスルッて取れるんですよ。なのでこうやってメイク落としでぐるぐるぐるってやっても、マスカラの塊みたいなのがこう下にベベベベってつくっていう感じなので、塗った時もすごい綺麗なセパレートになるのはもちろんなんですけど、メイク落としがすごく楽なので気に入ってます。はい、じゃあ続いてはこちら、ケイトのラッシュマキシマイザーになります。もうこちらはかなり有名なのでわかるかなと思うんですけど、マスカラ下地になります。中に黒い細かい繊維が入ってます。私はすごくまつげが短いので、この黒い繊維が自分のまつげにすごいうまくフィットしてくれると、自分のまつげの長さじゃない長さが作れるので、まあ、夏は以前も紹介したファシオの下地がいいかなと思うんですけど、普段はずっとこちらのケイトを使ってます。こちらポーランドジョーンのプロテクティングファンデーションプライマー S の01、底見えっていうかもう本当にちょっとしか入ってなくて、もうそろそろなくなっちゃうよと思って、もうこちらもすでに予備を買ってあります。もうこれは本当に気に入りすぎて、これ以外はちょっと今はあまり使いたくないっていうぐらい、この下地を
使っております。ちょっとピンク寄りなような下地のカラーなんですけど、肌が綺麗な方とかはこれとフェイスパウダーだけで済ましちゃうっていう方もいるぐらい、かなりね肌が綺麗に見えます。香りがねちょっとお花の香りがするんですよ。こういう香り系って結構好き嫌いがあるので、ぜひ匂いは試してから購入された方がいいかなと思うんですけど、私個人的にはこの香りすっごい好きで、伸びもいいし少し潤ってる系の下地になってるかなと思うので、結構乾燥しがちと言われてるエスティローダーのファンデーションも長時間経っても私はカピカピとかもしないので、この下地にしてよかったなってすごい思ってます。続きましてはこちらシークレットスキンメイカー002になります。ほらもうもう出ないよ、そろそろ。カバー力がすごい、本当に。これは私も割と肌色が白い方だと思うんですけど、02でちょうどいいですね。自分の肌よりほんのちょっと明るくなったような感じになるぐらいのカラーなので、あんまり明るいカラーを買っちゃうとすっごい真っ白な顔になってしまうので、それだけ注意です。で結構口コミだと本当に良かった方と、もう本当にこれはダメみたいな感じに分かれちゃうコスメなイメージがあるんですけど、私は特に感想とかもなくて、このポーランド城のおかげなのかなとも思うんですよ。もちろん相性もあるし肌質の違いもあると思うので、一概にこのセットがすごくいいとは言えないんですけど、私はこのセットでよれたりとかすることがほとんどありません。まあこれのデメリットとしては、ちょっとテクスチャーが固めにはなっているので、伸びがちょっと悪いかなと思います。あとこれはちょっと個人的な問題なんですけど、振るときに音がしないので、なんか振った気にならないっていうか、ちゃんと混ざってるのかがちょっとよくわかんないっていう感じになっちゃうのがちょっと嫌だなって思うんですけど、まああとは個人的にはすごく気に入ってて、こちらはプチプラのファンデーションだったら絶対リピしようと思ってるコスメになります。続いてはこちらコフレドールのプレミアムステイルージュの DE223 番になります。こちらのカラーはこんな感じです。ベージュなんですけど一切ラメ感がない感じになってます。これは 3,4 本リピしてるもので、カラーも好きだしテクスチャーも好きだし、ベージュって結構大人っぽすぎちゃったりとかすると思うんですけど、このベージュは割と使いやすいベージュのカラーになってて、グロスと口紅の中間みたいな感じなので、キャンピンクのステインオンバームルージュにちょっと似てる感じのテクスチャーにはなってます。割と落ちにくいっていうのも気に入ってるし、子供の行事の時とかはこのリップをつけることがかなり多いです。はい、続いてはこちらセザンヌのシェーディングスティックになります。こちらはもう新しくしちゃって、底が見えちゃった方はちょっと捨てちゃったんですけど、久々に自分的にシェーディングでヒットした商品になります。なんせスティック状なんで、こう狙いを定めやすいのと、こんな感じで結構馴染みやすいシェーディングのカラーだなと思います。肌がすごい白い方には茶色っぽくなりすぎて向かないかなと思うんですけど、私はイエローベースなので結構このカラーは普通にしっくりくるカラーになってます。はい、続きましては NARS のラディアントクリーミーコンシーラー1242番になります。こんな感じのカラー、馴染ませるとこんな感じです。先月かなぐらいに買ったと思うんですけど、ちょっとそばかすが薄くなったっていうのもあるんですけど、全然これだけでいいでしょっていうぐらいすっごいカバー力があります。なんかこうそんなにこっくりとしたものじゃなくてもクリーミーな感じの方のコンシーラーにしてみようと思って使ってみたらかなり良くてですね、なので今はこちらをずっと使っている状態になっております。まあコンシーラーで結構いいっていうのはすごい評判でしたけど、本当にいいのが分かったので、こちらは、次もまたリピしたいと思っているコスメになってます。こちらの資生堂スポッツカバーファンデーションも底見え状態にはなってます。こっちの資生堂カバーファンデーションは、ほくろだったり、あと眉毛の上のちょっと青くなった部分とか隠すのにこれからも使いたいと思ってます。でもね、ぶっちゃけ韓国のザ・セムっていうコンシーラーもちょっと気になっている状態ではあります。やばいよ、コンシーラーマニアだよ私。続きましてはこちらラブライナーのアイライナーになります。
黒っていうよりはちょっと茶色っぽいカラーになってるのがわかるかなと思います。これはブラックも相当気に入ってたんですけど、ブラウンかなり良くて、ちょっとだけメイク薄くしたいなっていう時とかはこういうジェルライナーじゃなくてこちらを使うようにしてます。あと筆が結構しっかりしてるので目頭切開ラインもすごく描きやすいですし、あのビューラーした時点で取れたりとかするっていうことが全くないのでこちらが気に入ってて、こちらもまたリピしたいなと思っている商品になります。はい、こんな感じで今回は私の底見えコスメとまたリピしたいなと思っているものを紹介させていただきました。人それぞれ好みがあると思うので一概にこれがいいですよっていう感じではないんですけども、いいなと思うものがあればぜひチェックしてみてください。この動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録はこちらからよろしくお願いします。それではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。